最近いろんなことが起きてましてですね。そうやな。やっぱりこう、秋山さんが最初、まあ今年初めに言ってました、辰年は荒れるぞという先輩のお言葉があって。まあ、ここ最近ではやっぱりあれやな、霧島が50年逃げとったあの極左の霧島が発見されたんじゃん、やっぱり。わしもびっくりしたな。これにはびっくりしましたね。びっくりしたな。まあ本来は諦めてはいけないんですが、50年ともなると、まあ捜査員の人たちもまあ数々変わってますでしょうしですね。やはりこう、まあ海外か、どこかでのたれ死んでるんじゃないかっていう風な、ちょっと意識からはなくなっていた気がしますけどもね。このニュースって、はい。私まだ中学生ぐらいだって、ずっともうこの時はもう刑事になると思っとったんで、こんなニュースっていうのはね、浅間山山荘の事件とか、極左がやってる事件じゃやっぱり注目しとって、もうなんせこれは爆弾で、このビルのガラスがね、雨のごとく降るわけよ。ほんで東京のやっぱりもうほんまど真ん中で、通行人がもう雨みたいなガラスでみんな大怪我ないよな。380人って言ってましたね。そう。ほんでもう血まみれになった人を搬送したり、うずくんでるやつをもう当時のニュースなんで、もろニュース流れるわけですよ。あ、映像がね。こんなことするアホがおるんやなって思いながらニュース見て、はいでまあ警察官になったら こいつらがね、指名手配されたっていうことで。まあけど、50年って半世紀なんで、やっぱり、最近の顔が出とるけど、全く別人だよね。そうですね。それから、重要指名手配っていうのは、完全に自分の顔写真が出てくるやん、もう、ポスターが。はいはい。だから、絶対偽名、変装。変装で、こいつも、髭生やして、ほんまガリガリに痩せて、髪の毛も短にして、もう誰が見たって、まあ、年も70が来とるんで、あんな、若い頃の写真や言うたって、もう全然別人なんよね。まあ、なりますよね。ほんで、住み込みで働く。はい、これも共通。共通点は身分証明もない、保険証もないから、病気にかかる。保険証がない中で、偽名を使って内田博って名乗ってた桐島聡が、工務店で働きながら、まあ、40年間潜伏してて、で、これ、入院してるところから自分が桐島聡だっていうふうに言ったっていうところが最初の端緒ですけど、これ、どっかで倒れたんでしたっけ？そうそう。自分から病院に入院したんじゃなくって、ほんまに末期の状態で歩きかねて、倒れとったとこを第三者が見つけて、家かどっか連れて行けたら、もうこれはもう周りの人がね、仲間の人がこれはあかんということで、救急車かなんか呼んだんだろうな。これから病院連れて行ったんだ。なるほど。だからまあ入院はできたっていうことでね。そう。ほんで入院したもんの、もうすぐに危篤状態になって亡くなる前に、ああもうこれ自分は死ぬなと思ったんで、病院のドクターか看護師さんに言うたんだろうな。全国指名手配っていうのは500人余りおるけど、顔写真が交番に貼られるっていうのは重要指名手配、被疑者。で、まあわしもまだ、こういう系が重要指名手配になる前、検視してやけど、ポスターを作ってね、我々が考えて、で、それを各都道府県警の共助課の方へね、自分で郵送で送って、ほんでぜひこれ貼ってくれっていうことをしよったんやけど、やっぱこの、交番の掲示板なんかは、限られたら範囲で、全部が全部500人の貼れんや。ほなから眠ってもうとったんやね。ほなから500人おったら指名手配、少々の詐欺や窃盗や傷害で指名手配を打たれたやつは、パクられた時に、わし指名手配されとんっていう、知らんやつもよくおるわけ。なるほどね。張り出されないからね。だから、私も小池捜査をやってる時に、全国警察のおまわりさんが事件は知らん。小池や言うて誰なって言うと、ほとんどが知らんわけよね。また、重要指名手配になるときに警察庁にいろんなことを捜査資料を全部整えてお願いしてね、やっとなったよね。ほんでも、小池の場合は、まあ、死んで発見ということでね。わしが小池以外にも指名手配3、4人パクっとるけど、そいつらは指名手配取って1年以内よね。はあはあはあ、ほんで立ち回り先、うん、その被疑者が友達とか立ち回り先の捜査をしよって、うん発見して逮捕、うん、あれだやっぱり1年以上5年以上10年以上、うん、50年も経てば、うん、顔も変わるし、うん、別人になりすましてしまって、うん、こういうように発見に至らんっていうのが現実なんよね。まあ年代的にもねやっぱ写真のデータもないし、うん、だからこれハイジャックの事件が77年にあって、うん、この超法規的措置で釈放されたメンバーがいたっていうのがあったんですけど、これは何なんですか？これはな、うん、こいつらの仲間が、うん、飛行機の人質立てこもりでハイジャックしたわけ、うん、ほんで要求が何なっちったら仲間を刑務所から出せと。なるほど。今だったら考えれんけど、その時の総理大臣が福田総理って言ってね、はい、一言、人の命はね、うん、地球より重いっていうことで、うん、人質の命を守ったわけよ。なるほど。ほんで超法規的にそいつら仲間を釈放させた。すごいことよね。その中のメンバーがまあ国外逃亡して。それから時効が停止したわけよね。はいはいはい。本人も海外に逃亡させたら当然時効停止するけどね。この事件の共犯者が海外に逃走中だったんで、この事故が停止しとったわけ。なるほどですね。うん、まあ、ほらけど、50年間逃げられたっていうことは、まあ、わしも小池に死なれたから大きいことは言えんけどね、うん、やっぱり、この50年も逃げられた、やっぱり、この、警視庁の公安部、うん、もう辛いんちゃうかなと思うな。うん、結局は捕まえれなんで、自分が自首したようなもんであんな。まあ、そうですね。わしが霧島じゃあいう。わしは、霧島発見って言った時に、お、さすが警視庁公安課やな。わしが一番にこのニュースを聞いて、うん、あ、その犯罪グループ、潜入捜査してな、うんうん。潜入捜査だとグループ内に警察官が入るわけじゃないんよ。これはできんから。協力者を作って、資金をどこそこで納めよると。ほんで、その資金調達から割り込んでいて、被疑者を発見したんかなっていう気でおったけどね。じゃなくて本人からまあ言うてきたら自首っていうか出頭したようなもんでね、本人の自白や、うん、まあこの心理っていうのはどういうことなんですかね、霧島。まあわしはな、意見としたらいろいろみんな言いよるけど、うん、懺悔かなと。要は50年も逃げたら疲れるし、うん、でもうガリガリでもうなんか小屋みたいなとこで住んで、もうほんまに疲れ果てて、もう1年も前からがんの診断を受けた、保険がない、病院行けない、治療もできん、ああ、もうそろそろ死ぬなと思って、観念して懺悔したんちゃうから。極左の人間は、もう監獄で行くっていうのが、教えなんだね。ポリシーみたいなね。うん。ニュース見たら、ざまあ見ろ、俺はずっと逃げ通したんだ。自己満足みたいにこう言いよるけど、わしはそうじゃないと思うな。うん、もう、だってもうすぐに既得状態で亡くなっとるぐらいなんで、逮捕請求しとる逮捕状は爆弾の取締法なんやけど、多数人殺害して多数人の何百人、300人、何本も傷害を負わしとったら、これみんな殺人未遂になるからね、死刑なんやね。8人の殺人と300何人の殺人未遂に死刑なんで。はいはいはい。だからもう完全黙秘せないかんやつが、うん、そうやって、わしが霧島であって、監獄の指示受けたやつが全部自白、犯人でないと知りえんことも全部言うんやから、俺はもう懺悔と。なるほどね。わしがやったんざまあ見ろや言うて死んでいくやつだったら、こんな詳しいこと言えへんよ。ああ、もうその情報も与えずに死んでいくと。だから、この勢いでわしも八田与一をね、うん、国民世論はね、重要視見えてへんに目が向いたよ、これでね。そうですね。やっぱりおるなと。で、50年かけてもね、捕まるんだっていう。そうそう。これとひげ生やして住み込みで、身分証明書のないやつがそうやなっていうことで探してくれるよ。はいはいはい。うん。そうしたら、八田与一もね、逮捕される、発見される、私は期待しとるけどね。そうですね。あれですね、50年間も逃亡してると、まあ懺悔な気持ちもあるとは思うんですけど、うんうん、やっぱり自分のことを隠すってやっぱ人間的には結構辛いことかもしれないですね。そうやな。完全に別人になりすますけどね。で、もうほんと半分独房生活っていうか、捕まってるようなもんなんで。まあ、病気で亡くなっていたっていうのは、やっぱりお天道さんがね、うん、やっぱり許さんと死刑にしたようなもんだろう。悪いことはできんよな。殺されてしまった人たちとかね、怪我した人にとってはたまったもんじゃない話で。うん、そりゃそうだよな。うん、全然関係のないね、善良な市民が殺害されるんや。それはもう絶対あってはならんことやな、あんな事件はもう。まあほんまにね、もっともっと生きてくれとったら、どういうふうに逃走したか、逃亡したか、うん、ね、そんなんが明らかになっていたら、今後の捜査の、なんちゅうかな、うん、いろいろ参考にはなるだろうけどな、そうだけどもう死んでしまったけどね。まあ、ここら辺がやっぱりちょっと悔しいとこですよね。そうやな、悔しいね。まあ、その隣にね、ポスターの隣に写ってた、金成行容疑者、ね、捕まっとったね。はい、こちらの件をね、まあ、金容疑者っていうのは、まあ、暴力団ですね。絆会のナンバー2として、まあ、いた男なんですけども、長野県の宮田村の駐車場で男性が拳銃で襲われた事件、まあ、撃たれた人も組長だったんですけども、腹を撃って殺人未遂ということで、重要指名手配されていた男だったわけですよ。まあ、それが仙台市内のアパートで見つかったということですね。そうやな。閃光弾投げて突入しそうみたいだな。まあ、一言で言えば、やっぱり昔の組員なんですよ。ナンバー2が放ってヒットマンするって、もう普通はありえんけどね。ああ、そうなんですか。で、まあ、組のためにはやるっていう、それが昔の極道なんやね。もともとみんな山口組なんやね。うん、金も5代目からずっとおってる。ほんで、6代目が弘道会名古屋に移転したと。うん、やっぱこっから分裂するわけよね。ほうほう。ほんで、井上邦夫っていう山県の組長が分裂したわけ。6代目から。うん、あれは今だに覚えたの2015年だよ、夏。はいはい。井上が、組をなんぼ14、15団体、10何数台連れて別れて。うんうん、で、そのまた2年ぐらい経ってから今度、任侠山口っていうのが分裂したんよ。この、神戸山口組からね、小田っていう組長が別れた。そしたら、その任侠山口がその後、絆会っていう名前を変えたわけよね。だから今、6代目山口と、神戸山口と、絆会の3団体に分裂したの。ああ、なるほど。ほんで、打ち合いして、それぞれ打ち合いして殺人したりするんで、警察庁の方で、特別抗争指定にしてなっとるわけよね、暴力団。で、要するに、金の事件っていうのは長野でやっと、まあ、もともと自分の組なんよね、組員なんよ。要は自分の若い人を撃っとうわけよ。被害者は、一旦神戸山口組になった。次、絆会になった。で、絆会の組長だったんやけど、また6代目に帰ったわけよ。まあ、絆会にいた、竹内組か。そこの組長になってた宮下っていう人が撃たれたんですよね。そうそうそう。はいはい。ほんで、それがまた6代目の山口組に帰ったんやな。ああ、じゃあ寝返るって感じですかね。そう。ほんで、金容疑者が説得しようってわけよ。お前、せっかく絆会入っとるのに、また山口に帰るってどういうこっちゃみたいな。ほんで、撃ったわけよ。ああ、もともとこの金っていう人は竹内組の組長だったんだけど、宮下組長にこう引き継いだ感じなんですよね。だから自分の手下を組長にして、で、その組長にした結果、山口組に寝返るってなったから、許さないっていうことですよね。だからね、まさしく昔の極道なんよね。今の若い人が、ほら、ヤクザがね、組のために人を撃つか、しかも自分の元組員のね、配下の組員を撃つかって、もう絶対ありえんことよね。昭和の時代っていうのは、組のために一人殺害して、二人殺害したら、刑務所から出てきたら、方面屋をしてくれて、きちっと、組を持たせてくれるぐらいのね、勢いがあったわけよ。ああ、なるほど。自分がシャブ打って、普通の一般人の喧嘩して暮らし上げたぐらいだったら何の価値もないけど。まあ、ヒーロー的な感じだったわけですね。だけど、もうそんな時代でもないし、もう組を弱体化しよるし、分裂もするんで、ヒットマンっていう、ヒットマンって普通若い人がするで。はい、そのもうなんか駒使いみたいなね。これがナンバー2もなってヒットマンってまず普通は考えれんけど、そういう流れがあるわけ。ほんまに生粋の極道やね。なるほど。うん、だそういう寝返りを許さないって、まあまあ要は乗っ取られるかもしれないっていうことで、うん金もそれを阻止しようと思って動いてたってことですね。そう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 。やっぱりこのなんちゅうんかな、山一闘争の時なんかでそんな組員がいっぱいおったからね。へー。山口から一和会にかね、うん、一緒に分裂した時にやっぱり、うん4代目竹中。竹中を殺害しとるからね。組長を。やっぱり、組のために、ね、殺害するっていう、それが昔の暴力だよね。うんまあほんで、閃光弾撃ったとかなんとか言うけど、うん、まあこれはね、普通任意だったらガラス割ったりとか、閃光弾投げれないんで、確実に、金だっていうのを特定し、うん、ほんで鍵閉められて出てけえへん。はいはい、ほんで、あいつは拳銃持ったまま、ひょっとしたら拳銃持っとるっていうことで、閃光弾を投げたよ、ね。普通、宮城県警があれ、仙台で捕まったよね、あれ。うんうん、宮城県警が機動隊って言うけど、普通は刑事部の刑事が機動隊の格好して行くんやけどね。へー。うん。警備部機動隊が、これは事件扱わんので。はいなんか、機動隊の服聞いたのは刑事と思うんですよ、若いし。ああ、実はね。うん。ほんで、閃光弾っていうのは捜査一課の特殊班しかないんで、大体同一性で、バーンって1発、2発、2種類あるわけよ。おなんかニュース見たら、7発とか8発なったっつうんで、多分2連チャンのパンパンを4発ぐらい投げたんちゃうかなと思うけどね。へー。やっぱあれ、わしも訓練、特殊班で訓練やるけど、わしも耳の前でバーンって閃光弾が、鼓膜が裂けかけたもんな。もうこんな俺でもひるむわけよ。バーンってなるんと光るんと、なんなって急に来るからね。もうひるむんよな。で、今回はそういうふうに逮捕行為としてやってるわけよね。なるほどね。ようやったと思うね。まあこれ、アパートもね、暴力団の関係の会社が借りた、まあ法人契約していたアパートだったっていうことなんで、まあ基本的にはそのアパートの大家さんっていうのは誰が住んでるかっていうのを知らなかったらしいんですね。なるほど。ということはやっぱり逃亡を助けてたんじゃないかという、まあ見方があります。そうだね。それは組のためにやってるんで、当然組がきちんと逃走資金とか、場所は提供する。ただ、だから警察は何するかって言ったら、犯人隠匿罪とか犯人隠避罪。これ組の誰が指示したか、それまで追及するわけよね。なるほどね。これと殺しにしたって、まあ金が個人的に恨みで、個人的にやったんであればあれやけど、もしさらに上の大田組長の命令があったりしたら、警察は当然、絆会の上を目指して捕獲するわけよね。拳銃やってそうよね。拳銃やって、組が所有損もんだったら、共同所有ということで、やる可能性もあるしね。なるほどね。だから警察は今、殺しも共同正犯でいけるか、共査犯でいけるか、それとか、拳銃所持についても、共同正犯でいけるか、これと、犯人隠匿罪、犯人隠避罪、ここらを念頭に入れて捜査を進めるべきだよね。じゃあこれ捜査が進んだ結果、絆会壊滅っていうことにもなりかねんですか？そうそうそう。ナンバー2やっとるんで、警察は絆会を壊滅するぐらいの勢いでやります。なるほどね。今回宮城県警が突入しとるけど、令状を取っとるのは長野県警なんで、はいはい、長野県、宮城、そこらが共同でね。ほんで、もともと本部がある神戸とかね、兵庫県警とか。そこらが、もう大阪も含めて、そこらが合同でやるだろうな。なるほど。あと、この金容疑者が関わってたとされるですね、2022年1月に水戸市でも、暴力団事務所で、40歳の幹部が頭などを撃たれて殺害される事件があったと。で、これでも茨城県警でも殺人の疑いで金に対して逮捕状を取ってたっていうことが分かってるらしくて。まあ、ということは、まあ、これに対しても再逮捕されるのかもしれませんが。そうだね。まずはその再逮捕されるわね。はい。殺人というね。そうそう。多分、ライフルマークとか、俺とか、水戸市でやられた極道、これも6代目の組員と思うんやけど、やっぱりそういう流れからしたら、金がやるだろうというところで、捜査し進めとったんだろうな。なるほどね。ライフルマークがおったら、まず大きな動かぬ証拠なんで逮捕で出る。あ、じゃあ今回こう押収した拳銃との付け合わせとかもするということですね。そうです。で、ここでやっぱり逃亡を助けたっていう暴力団関係者がですね、今金の関係者でしょうね。まあ逮捕されたりもしてますから、まあ今回の事件に関しても、他の組員もね。いろいろ吊るし上げられるかなという。そうやね。これはもう警察はもう壊滅追い込むぐらいの捜査を進めるわね。なるほど。徹底的にやるわね、この機会に。その神戸のラーメン店の撃たれたっていうのもあったじゃないですか。あれにもちょっと関わってんじゃないかって話が。多分、この流れから寄ったら、あれラーメン店も6代目なんですよね。ラーメンの店長しながら組長しよったあれね。だからもう多分、殺害はあいつだろうと、動機面があったりとか、やっぱり、あれも拳銃使用しとるんで、ライフルマークとかいろんな捜査しそうと思うよね。これからしたら多分金でないかっていう捜査を進めとんだろうな、多分ね。なるほどね。まあいろいろつながってくる事件も出てくるかもしれないと。そうやね。いや、これ、だから僕は、暴力団のことには全然こうニュースとかも全然詳しくないんで、水面下で拳銃を使った抗争みたいなのっていうのは、ヤクザの世界っていうのはまだまだ行われてんだなって。あるある。やっぱり、ヤクザっていうのはやられたらやり返せ。これこそ昔のこのね、年寄りの組員、組長っていうのは、やられたらやり返す。組のために命張ってやるっていうのが、あそこらの起きてないよね。だから、普通のそこらの殺しの事件とかでも全く違うわけ。ヤクザの事件、抗争となったら。ただ、ヤクザが抗争やったら弾き使うもんやから、流れ弾が一般人に当たったらいかんので、警察は徹底的にやるわけよね。そうですね。まあだからこの金を野放しにすると、やっぱり抗争とか激化するっていうことで、まあ重要指名手配っていうふうにもされてたっていう話ですからね。普通殺人未遂だったら、そんな重要指名手配になれへん。抗争の恐れがこれからずっと続くし、拳銃も使用しとるから、早急にパクらなんだらいかんということで、重要指名手配になったよね、あれ。いや、ほんと怖いですね。この、ね、逮捕の端緒となったのは、匿名での通報だったと。まあ女性だったらしいんですけど、やはり桐島聡が捕まったっていうことで、手配ポスターを見たときに、隣に写ってた金容疑者が、あ、似てるってなったらしいんですよ。いい流れやね。だからこれ、やっぱりポスターの影響っていうのは非常に高いし、この発信するっていうことが非常に大事だっていうことがよくわかる。まだ金だったら、この写真も3年ぐらい前の写真やし、そうですね。まだ新しいから顔も変わってなかったけどね。まあ、霧島は全然違いましたからね。霧島みたいに、50年前だったら、誰これ、このおっさん誰みたいになってしまうけどね。はい、霧島を普通にライブを見て踊ってましたもんね。周りの人はもうみんな知らんわけですよ、ね、霧島って。これが指名手配逃亡者の実態なんよね。ただまあ、指名手配打たれて、重要指名手配打たれたら、全国の交番に自分の顔が乗るんで、ビビっとんだよ、ほりゃ。ほらけど、周りのそこのライブで飲みよう、相手は連中はみんな仲間ばっかりでしょ、顔見知りやから、自分のことも知らんから、ほらは少々ばーっと打っても、こんなん全然心配ないでね。だからもう、こう、小さなコミュニティでも、信用できる人たちを作ってしまえば、もうそこにかくまれられるというか、だから早いところやっぱり、そうさせないように追い込んでいかないと、だからこれ、八田のね、事件の、被害者遺族ともいろいろつながってますけども、やはりここで流れが来たということでね、警察には頑張ってほしいという話が湧きましたけどもね。そうそうそう。いい流れと思うね。はい。